この私もね、縁がないわけじゃないんですよ。拘置所、長く拘置所生活があって、接見禁止が2年半。結局2年半で接見禁止が解ける。接見禁止とは何ぞや。弁護士以外は誰とも話ができない。2年半経ってから一部接見禁止解除。それは親族にだけに限るということで。2年半で接見禁止解除になって、ただ通信のだけはできる。手紙のやり取りはできるということになって。で、3年で全面解除になった。それからですよ、いろんなことが本は読めたんで、通信ができるということになった時、なんとですね、皆さんこれわからないと思いますけども、拘置所で手紙やら雑誌、そういったものは購入したり差し入れできるというふうに皆さん知ってると思いますが、なんとパンフレット、車のパンフレット、食べ物のパンフレット、洋服のパンフレット、企業の案内っていうものは入るんです。というのはどういうことかというと、雑誌だと月刊誌何冊、週刊誌何冊、冊数が決まってるんで、いっぱい読みたいっていうことになると、活字に飢えてると、とにかくいろんなものが欲しいと、変な話、同人誌も入ったりするんですよ。これはパンフレットって今ちょっとピンとこないかもしれませんけど、例えば自動車メーカーにパンフレットを請求というと、住所書くと送ってくるんですよ。それはもう拘置所だろうが留置所だろうが入るんですよ。で、パンフレットに関しては冊数外なんですよ。パンフレットは何枚までみたいな形で、でその時に週刊朝日とか週刊芸能とか朝日芸能とか大衆とか見てると、今でもあるとは思いますけど、インチキなブレスレット、インチキなブレスレットって、なんかあなたもこれで女性にモテるみたいな、これで身長が伸びるみたいな、そういうのあるじゃないですか。そのところにですね、なんか綺麗な女の子の写真が、まあそれが多分ラブドールとかダッチワイフみたいな形で写ってるのかって、何にもあんまり気にしなかったんですよ。ところがその時っていうのはもうエロ本全盛期で、いろんな企画がもうバンバンやって、まだ DVD がなる前、これ20年ぐらい前で、部屋解禁になったりして、いろんなことを試みしてた。で、交渉の中でも結構なものが入ったんですよ。ただ部屋のとこは全部マジックで塗ってありました。そのマジックをどうやって取れるか、バター塗ったり油塗ったりいろんなことしてましたけど、やっぱりマジックは取れないということで、もう削ってる間に砂消しゴムが入るもんですから、砂消しで薄くやったってそんなもん見えるわけがないんですよね。はい、まあそんな無駄なことをやってもしょうがないということで、話がちょっと変わっちゃいましたけど、そんなことをやってるうちに、エロ本の中で人形と絡むっていうパターンがあって、で、人形がその男性とか他の女性と絡んでるのがすごく成功にできてるものがあって、これがなんと、これね、私調べてないんですよ。これ今回だけ、もうこれも初めての試みというか、調べずに、その当時の20年前の記憶だけでいこうと思いました。何社かある中で、ね、上野区台東区で、オリエント工業という素晴らしい会社があって、そこの会社のラブドール、その時なんか名前が出てるんですよ。人妻シリーズだとか、なんとかシリーズとかって、名前も忘れちゃいましたけど、もうね、そういう風に、目が開いてるバージョン、形がカスタムで角度が変えれますよみたいなことが書いてあって、別にそんなものは興味があるわけでもないんで、ところがそんなことしたら、そのラブドールを使うデリヘルみたいなのができたなんていうことを聞いて、あ、そういう需要があるんだ、あ、それだと、風俗風、結局それを商売した人も風俗風営法には、風俗営業法には触れて規制がかかってできなかったっていうことなんだけど、その個室にラブドールを置いて男の人が入っていって、結局その後綺麗に しなきゃいけないとかいろんなことがあって、そのラブドールをどうやって運ぶんだっていうことをスキーケースに入れて食事にあって大変な目にあったなんていうことを雑誌で見ながら、うん、なるほど、世の中は進んでいくんだななんて思いながらですね、拘置所の中でずっと一人でですね、まあ独居だったもんですから、いろいろな世の中の動静を探りながらですね、出た時には何をしようかなんて思ってた次第ですよ。そうした時にその映像と私見ながら、まさかこれ、あ、可愛いなって思った対象の女の子が、まさかこのオリエント工業さんのラブドールだとは気がつかずに、綺麗な子だなと思って しまった自分に、わっと思って、なるほど、これはすごいと。で、オリエント工業さんのそこの週刊大衆とかで見たところに、パンフレット請求カットあるわけじゃないですか。ショールームもあるぞと。これは応募、こう頼むしかない。無料申請みたいに書いてあるわけだから、きちんと書いて、何々こうしよう、名前も書いてですね。まあ、この、待ち遠しいたらありゃしない。それはそれで。ね、なんか、聞いたんですよ、本当に素晴らしいパンフレットが。ただそれを持ってきた刑務官が、お前ら、これ、で、ダメじゃないけど、いや、これは、絶対聞かれると思ったから、いや、こういうことの仕事もあるんですよ。こういうラブドールを、高かったと思いますよ。多分何十万でして、そういうレンタルもあるんで、まあ、何やってもいいけど、まあ、これ、雑居、
同居だでいいけど雑居に行ったらやめてくれなって言われた記憶があるんですけど、まあそんなもんかと思ったら、本当にそのシリーズごとにちゃんとした、今だったら多分有料になるようなちゃんとした低層のパンフレットが来て見ていたわけですよね。まあここまで来るとなんだそんな変な話かと思うじゃないですか。見ていたらその雑誌の中に男のなんか人形が出てきて、記憶がこれ検索したらわかるかもしれない、確かその名前が伊集院健じゃなかったかな、伊集院健っていう坊主頭の男の子が佇んでるんですよ、パンフレット。それどういうことかなって、男性、まあそりゃそうでしょう、この男女平等男女同権の世の中に女性のラブドールがあるなら男のラブドールもある、どうして坊主なんだ、やけになんか親近感を感じるんで、身長体重見たらちょっともう中学生か高校生ぐらいの、うん、これをどう使うんだっていう風にさすがに興味あったんだけど、調べたいんですよスペックは。ただやっぱりあんまり詳しく書いてない。さすがにそのパンフレットを請求するわけにもいかず、まあ、その伊集院なんとかくんのものがあるんだなっていうふうに思って、刑務所に、まあ、それからそれも忘れて刑務所に行って、行くことになって、雑居房で他の人たちといろいろ話すとこになって、いや、最近のラブドールとかダッチワイフってすごいよね、みたいな話になって、私、その知識には一過言ある。いやいや、実はこうやってパンフレットも請求する。すごいですね。あ、そうなんだ。そんなにすごいんだ。っていう話をして、これみんな知ってるのかなと思って、ところでさ、男のやつもあるんだよ、伊集院健知ってるって、あ、見たことあるけどあれ何ですか、何ですかって、そういうことなんでしょって、男のって、だけど意外とその人たちってそこまで頭が、事務所に置いとく若い衆の代わりに置いとく兵隊用のダミー人形ですか、でも値段もちょっとリーズナブルで多分5万円とか6万円そんなわけねえじゃんって、男が男で使うやつでしょって言ったら、男が男で使う新聞、まあ逆に女の人もあるかもしれないけど、それはちょっとなかなか使いにくいよねって、わかんないなって、わかる人はニヤニヤしてるんだけど、それは言わないですよやっぱりそこで、だって変な話になるじゃないですかそれ。刑務所の雑居房で男の中で坊主頭のおっさんたちがですよ、入れ墨出したり指がなかったりするのが、男のラブドールの伊集院健のことで熱く語ってるっていう一晩があった。